お姉さん組衣装みんなで混ぜてみました。混ぜました。混ぜました。なんかレアな回になっております。はい、はい、ということでね、ここで早速なんですけど OBP のイベントたくさんありますので、はい、部活のイベントのお知らせをさせてください。はい、はい、まずは来週6月16日にですね、あやとさくらで撮影会を開きます。やはい、あのね、4部あって、なんていう、事前予約がお得なのでぜひ事前予約していただいて、はい、それでなんだろう、その一眼レフとか米子さんじゃない方も楽しめる感じのゆるオフ会的な撮影会となっていますので、はい、ぜひ皆さん気軽にね遊びにいただけたらなと思います。はい、そしてね、なんかねちょっとねお肉を、ね、企画されてくれる方もいるので、ぜひ皆さん一緒に参加して食べたい夏始めましょう。はい、はい、はい、リリさんお願いします。はい、そして6月の29日名村ホールにてアイドル祭りの沖縄で大会ですか、沖縄大会、はい、沖縄大会があります。はい、なのでこれも予約ですかね、予約チケットね、はい、くれるので、はい、詳しくはアイドル祭りって検索してくれたら多分沖縄エリアって出てくるので、はい、そこを検索してもらったら詳しいことがわかると思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてその次の日6月30日、めっちゃ大事、皆さんめっちゃ聞いてください。ここ大事、6月30日に宜野湾海浜公園屋外ステージにて OBP 凱旋ワンマンライブをさせていただくことになりました。やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そしてですね、そのチケットが沖縄でも今日から発売になってまして、このチケットがポストカードお店になってて、この5月25日に行われたワンマンライブの写真がポストカードになってチケットとして発売されているので、ぜひぜひ皆さん発売今日からするのでお買い求めください。よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。姉さん、じゃあ行きましょうか。それでは次の曲聴いてください。リアルアイリー。そして太陽、その全てを迎え
大切なのはどんなマイナスもプラスに変えてきちゃう。こんな道選ぶのは自分だ。もう迷わない、もすれ違いも熱い気持ちがあるから。